私南アフリカさ1滴をやってた時代に、うん、戦闘機に乗って、うん、マッハの体験で地球の外の,あの宇宙の入り口まで行ったよ。あマジっすかえじゃあそ地球の縁が見えて暗くなって見たの見たすげえ 成果が増えてるのって体きつくないですか,すかいやもう体よりも耳が私もうこの仕事で耳潰れると僕ら痛くてはい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 今で耳抜きしなかったんだ耳抜きできないの体質が一回それ乗せちゃまずい人ですよ <laughs> 乗せたらまずい人よねで、うん、痛いって言ってで横外国の人でさ私がさ耳が痛い耳が痛いって騒いでたの、うん、でも全然何も言ってくれへんくってあ日本語で言ってもうと思って って言ってたらいやがでも一体がわからんからいやがいやって意味不明なこと言ってたら <laughs> 黙れお前外に放り出すぞ村のこと言われて えじゃあスキューバーダイビングとかもしたことがないでもその耳抜き関係ないヘルメットみたいなのがあってバイクに乗っていくやつがあって私海の中はパニックを起こすわだって道ないやん <laughs> まあないですねはい<で>信号とか建物とかもないから海の中だってぶつかる相手もいないからむしろ楽じゃないですか海の中一回なあなたここで待っててね次に上の子を迎えに行ってくるからあなたここで待海の底で動かないで一人で待っててねみたいな お前絶対来るやろうなって言ってだってさ、ふわふわふわってさ潮に流されてさ、俺いてきてくれへんかったらさ。次自分がどうにか脱出して上に行ってもさ、誰も俺誰もいないみたいな。もう絶対不安やから私温泉の元とかもらってないから色も海の中に広げられへんし、私ちょっとこれ無理と思って。温泉の元があったら大丈夫っていう発想がすごいですよね。 のットいっといたらさ色はつくやろこっちかなみたいなそう。えでもなんか紐とかついてなかったんですかホースホースホースついてたのよろなだからじゃ一応ホースたどればなんとかなるじゃないですかいやもうそれパニックやってさ私だからもうずっとその人を捕まえててもうスの人を捕まえてチョップいっぱいされて置いてかないで置いてかないでみたいな言ってるからチョップさ何だろうチャンネル登録とか高評価するの本当やめてもらっていいですかねいいいやや。黒 嘘つくのやめてもらっていいですか